で、これは布巾ね。はい。で、これは箸。箸、前箸。で、これはね、私が実際に修行の時に使ってた箸。こうでっかい。いや、これも箸もね、箸も自由なの。あ、うん。あの、大きさは、箸はもう別に決まってないから、あの、自由に使っているの。で、これはもう実際に本当に私が修行時代に使ってた箸で、こう座るでしょ、はい、で座って、で、こう、あの、職人が始まる前に、まずこう、かんにゃらんた信行って、この時はお経は早いよ。漢字財宝作業人はんにゃらみた寺証券御恩会空洞一切くゆるシャリーシー式不意空空不意式式即税空空即税式重創様式薬部尿税シャリーシー税商法空創不消不滅空上仏像不現税合空中無式無重創様式無限に微劣心に無式上公民速報無限海内市無意識外無無老薬無無病人内市無老心薬無老心人無苦終滅像無心薬無徳意無所得公房大殺大平藩にゃ原見田公心無経営無経営公務苦不恩理一切伝道無創苦行涅槃三世勝負定藩にゃ原見田公徳あの二原三脈三房大公地藩にゃ原見田税大臣修税大名修税無常修税で読み終わって読み終わってで読み終わってもねずっとねこうこうあの朝の場合はお粥とお漬物しかないだから朝の場合は3つ使わないでこうやって2つしか使わないんで自分でお粥を取って漬物もここに入れてでここをずっと読み終わってそのここまでねこう一九位段一歳役二九州一歳前三九位道書修行海遊行仏道でここでみんなが食べ始めるわけこうやってねこうやって食べ始めるであの漬物の器もちゃんと手に持ってでこう食べるで最後にこうたくあんが残ってるからたくあんを一つだけ残しておいてあの陶器っていうあの夜間にお湯が回ってくるから、それぐらいを自分でこう入れて、で、ここにあるたくあんを使って、ここに入れて、これをきれいにして、で、飲んじゃって、たくあんは食べて、それで、あの、終わりね。で、その後に、あの、終わると、終わったら、この自分の持っている布巾で、あの、まずこう、あの洗ったのを拭いてね、で拭いて全部こうきれいに拭いてそしてまたこうであのでここに、まあ、今大雑把にこうね包んでそれで、また箸もえどこちょっとこちょっとあ、こちら足をここにしまって、これもちろん拭くんだよ拭いてそれであの布巾をこれやってこうにして、で、これで終わる、まあ、あの精進っていう言葉がそのこう果てしなく努力をするっていうのは意味ですから、うんあのこう修行道場の運水は一生懸命修行しているわけだから精進をしているっていうことで精進料理という名前があのついたんだけどもあの修行道場の自給生活っていうのは今あるものを使ってあの今あるものを美味しく作ろうというそういう考え方だからあのナスしかなければナスをどうやってあのこう美味しく食べてもらうようにするかとかね結局そういう旬のものを使うということが一番大事ですよね。うん あ、すいません。うん
鎌倉でね、あの小さい旅館をしながらね、精進料理を出してね、やっておりますって。偉いですね。偉いな。